全てを犠牲にしてフットボーラーになる。そんな時に愛知と出会います。来ました。2006年8月ほぼサイコパス、ロイ・キーン監督就任。出ました。あのパスは鮮明に覚えてる。スアレスへのパスがうまく収まらず、スアレスは腕を振って不満をあらわにした。するとヘンドがブチ切れた。いい反応だと思ったのを覚えている。スアレスもポジティブに反応した。喧嘩には発展せず、スアレスも他のチームメイトもヘンドをリスペクトし始めた瞬間だった。じゃあ第2部いきますか。いやまだ第2部なんですね。大幅にオーバーまだ14歳ですよ。2006年アンダー18で身長も伸び始めると。やっときましたね。待望の、待望の身長がやってまいりましたね。そうだね。待ちに待った。まあ、ただ同期が全員プロ契約の中、唯一アカデミー特待生として練習に励む。冗談。はい。ただ引き続き情熱は人一倍。誰よりも努力した。体格も成長し始め、自信を取り戻すと。いやーよかった。よかったですね。まあ結局85近くまで行くからね。そうですね。結局もうガタイがしっかりしてますからね。うん。めっちゃ強い方だからな。次はね、サンダーランドスポーツサイエンティストスコット・ピース。彼の熱意は真っ先にチャンスをあげたくなるような選手だった。すごいですね。100人中100人が彼の一番のポイントは熱意だと。もうやっぱ世界一の情熱ですよ。やっぱ飛び抜けてんですね、うん、で、フットボールに近道はないということを理解していたと思う。1セッション6セッションできても上達したとは言えない。上達するには何年もかかることをジョーダンはいち早く理解していた。毎日選手の睡眠アンケートを取っていたが、ジョーダンは常によく寝ていた。他の選手のように誘惑に負けていなかったので、思春期を犠牲にしたという考えはなかったと思う。フットボーラーになるのが彼の夢で、何があっても彼を止めることはできなかった。これはもうブライアンのおかげですね。うん、ブライアンのおかげでもうあの夢以外いらないと。もう一直線一直線ですね。これも熱意のなせる技ですね。うん、何も見てないですね。もう視野がこう、本当にそう、チャンピオンズリーグ決勝みたいな。すごい。それ以外は外してったんでしょうね。そう考えると、そういう男がですよ、体格が成長せずに、はいはい、こう劣等生になった瞬間、よく心に来なかったですね。いやそうなんだよね。普通の一般人なら、うん、もう一瞬で心やられると思います。そうそうそう。だって毎日自分より体でかいやつに会いに行くわけですから。そうだね。でガツガツやり始めて、うん、であの頃これちょっとした体格差でもやっぱ全然違うからな。全然違いますよ。もう本当に化け物みたいに小学生と普通にいます。そう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 。いや、いや、俺ね16歳の時104キロだったよ。ラグビーバリバリで。ケニーも化け物のブルーチャイです。でこう俺らもさらっとこう話したけど、やっぱ12歳から16歳の4年間、はい、しかもこうずっとエリートでトップだった人間が、はい、こうどんどん衰退していくわけだよね。そうですね、4年間、他の子たちはもうどんどんでかくなってって、4年間結構辛いよ。辛いですね。フットボーラーにしかなりたくない子が。何なんでしょうね、この諦めないっていうのも。めちゃめちゃ能力高いんじゃないですか。そうそうそう、熱意、うん、めちゃめちゃ戻る、諦めない、うん、これ強いっすね。いや、このままできてきてるよね、今の。メンタルクソ強いじゃないですか。4年間踏ん張り続けた男。生半可のことじゃ絶対諦めないですね。いや、そうそうそう。もうこの時点でもう分かります。メンタリティモンスター、16歳である程度出来上がってきたわけ。完成されましたね、これ。いや、恐ろしいよ。恐ろしい。全てを犠牲にしてフットボーラーになる。そんな時に、はい。あいつと出会います。来ました。2006年8月、ほぼサイコパス。ロイ・キーン監督就任。出ました。来たー、出た出た。そういえばそうだった。そうなんですよ。出た、この男。この俺らが言ってた北部の男を象徴するかのような。元締めですから。元締め出てきましたね。元締めが体現者中の体現者。これが監督に入るわけですよ。出会ってしまったんですね、16歳の時に。2005年2006年プレミアで勝ち点15で、当時プレミア史上最低勝ち点でサンダーランド降格するわけですよ、はい、で降格して、当時のニール・クイーンっていう会長が監督やるんですよ、はい、バルテマンさんみたいな、はい、瞑想の始まりですよ。ここに俺会長が監督やって、で2部で降格した後、2部で4連覇目が深いですかね、サンダーランドは。そうそうと、まあ、そのうち深く俺らもここ、はい、掘りたいけど、で4連敗でやっぱダメだなっつって、キーンを呼ぶと。はい、でもすごいですよ、キーン。そっからチャンピオンシップ優勝してプレミアリーグ昇格すると。いや、やっぱ優秀ですね、この男は。本当に4連敗スタートから、
このキーンはね、ユースに力を入れるわけですね。やっぱ分かってますね。そうそうそう。ユナイテッド上がりは。うん、そう。ユナイテッド出身のキーンはユース、リザーブチームを重視した。ユナイテッドでユースコーチを務めたニール・ベイリーにリザーブチームを指揮させ、すべてのリザーブチームの試合を観戦した。いやー、さすがロイ・キーン。さすがですね。分かってますね、やっぱり。こう、ユナイテッドでは、やっぱリザーブが強かったから、うん、常にスター選手いても、こう、下からの押し上げがすごかったから。はい。ちょっと落ちたらもうユース入るみたいな、まあ、あの体制、うん、スター選手もサボれなかったですからね。そう、ユナイテッドのやっぱ黄金期はみんな一生懸命だったじゃないですか。そうそうそう、どんなスターでも、うん、まあ、スターでもなんかちょっと調子を落とすともうすぐ来るから、ユースの人がすぐ来ちゃいますから、そんぐらいでしたからね、うん、やっぱ分かってますね。チーム力を底上げするには全試合見に行って、練習も結構調子を見に行ってたんだって。はい。怖い親父がこんな顔こんな顔してこんな顔して見てんだ。超怖い、超怖いです、ね、いるだけで、まあやっぱ存在感ずっとピリついてたらしい、リザーブも。で、そんな中2008年8月のプレシーズン、サンダーランド B リザーブチームがゲイツヘッドっていうチームに 2-0 で負けると。はいはいはい。で、このゲイツヘッド6部のチーム、おお、ジャイアントキングですね。そう、いくら落ちぶれたサンダーランドとはいえ、そう、さすがに6部相手に、うん、うん、やっぱあのとこブチ切れるわけですよ。そりゃそうですね。ロイは一軍の練習があったので観戦していなかった。試合後、全リザーブ選手を練習場に集合するように命じた。怖え、みんな怖いって、超怖え、今すぐ集合だ。まずはシニア選手一人ずつ叱った。ありえないほど叱った。そして若手もこっぴどく叱った。一人ずつ行くんだって。で、まあ、明らかにやっぱ試合を見てるんだよね、まあ、あのビデオで。はい、お前これことこれとこれみたいな、あそこなんでサボってたんだ、次みたいなね。やーべえ、全体にじゃないところがもうミソですね、これもう。そう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 、1人ずつ10分で終わんないんだよ。5分10分で終わんないんだよ。1人ずつで1時間とかそういうコース、2時間とかそういうコースじゃない。もう軍隊の教官じゃないですか、もうこの男。ミスター怒号、ミスター投票、はあ、ほぼサイコパスの男が、この髪の毛の部位がもう生きり立ってますよね、もう髪の毛が逆立ってますからね。お前らそんなんで一軍でプレーできると思ったのか。いや、もう正論ですね、これは正論です、はい、ごもっともっすよ。ロイキー何も間違ったことしないですね、今のところ一つもしてないです。まあ、一軍を強くなるためにやっぱリザーブ大事だからね。はい。静まり返る中、ジョーダンが口を開いた。お、もちろんそのつもりです。やべえ、レッツがもうカンストしてる子は違いますね。そうっすよ、東証相手にもその熱意をぶつけに行くんですね。あ、もうむしろこの人はもうチャンピオンズリーグ決勝ですから。もちろんあの東証に立ち向かっていくなんてやるな。ロイはジョーダンの勇敢さに魅了される運命だったと思う。いやー、ついにロイ・キーンに届いちゃったんですね、この熱意カンスト男のパワーが。いやー、来たねー、このプレミアリーグを代表するキャプテンの東証に。おっと、16歳18歳ぐらいの若造が、もちろんそのつもりですよ。数日後、キーンはアヤックスとの練習試合でヘンダーソンを一軍デビューさせる。さすが北部の男、実行が早い。認めたわけですよ。即断実行ですね、ロイ・キーンも。この若造やるなと、ちょっとニヤついたらしい。なるほど、試しに使ってやろうっつって。18歳かな、ヘンダーソン、はい、ちゃんとももも太いですし、なんかしっかり出来上がってきてます、ね。まあ、プレーシーズンとはいえファーストチームデビューすると。はい。ちなみにこの男、見覚えありますか？あ、これあの男じゃないですか。あいつ、これあのもう一人のボー君じゃないですか。あいつです。ヘンダーソン18歳の一軍デビュー、対戦相手だったルイス・スワレス。いいですね、運命ですね、運命ですね。ロイはアンダー21の練習に来て、ジョーダンとミッドフィールドに入って指導することもあった。どこへ走る、いつ走るかなど細かく指導した。はあ、もう完全に認めて師弟関係ができると。ロイは毎日とてつもない圧をかけてくる。精神力と欲望を常に問われる。負傷したらいつまでに復帰したいか問い詰められる。イメージ湧くよ。イメージ湧きます。やっぱどこまで行ってもロイ・キーンですね。もうエピソード一つ一つが超面白いですね。ね、怪我の具合なんて分かんないのに、お前はいつに復帰したいんだと。それまでじゃあ直せ。そう、やっぱすごいよ、世界一になるぐらいの人は。この人は世界一ですね。今で言ったらまたパワハラとか言われるかもしれないけど、世界トップクラス争ってればどんぐらいハングリーになれるか、
そうですね。お前どんくらい美味しいんだよこれ。めちゃめちゃ強いメンタルとものすごい熱い情熱と、うん、やっぱりもう絶対乾くことない欲望が、うん、もう入り混じらないとこの世界で戦ってないんでしょうね。うん、彼もねそんな体格とかでかいわけじゃないし、はい、体格似てますよね割と。そうそうそう、そんなにでかくもない、はい、でもあんだけミッドフィールドで長年存在感出してる、はい、存在感抜群でしたからね。こういうメンタルだよね、ハングリーさ、はい、確かにロイキーも戻る時が一番熱かったかもしれないですね。あー、いましたね、このジョーダンが見つけたブルーオーシャンに、うん、どでかいサメが住んでたんでしょうね。ロイキンっていう、やっぱいい出会いだよねこの2人は、うん、直すために 100% いや 120% 努力しようみたいな話なわけですよね。これも正論では、はい、給料もらってるわけだから、給料もらってるんで、でも栄養たくさんとってたくさん寝て体をちゃんと休ませるみたいな、それも仕事だって言いそうじゃないですか。プロですね。いやいいよ、全て成長を加速するためだ。ロイは誰も待つ気はなかった。ジョーダンはその指導法に反応し飛躍していった。ちょっと化学反応起こっちゃってますね。このやる気世界一、はい、こっちもやる気世界一だったから、ね、やる気世界一ですから。そこまで行っていいんすかみたいなやつと、ここまで来いって言ってるやつがあっちゃったんでしょうね。そしてその後2年連続クラブ最優秀若手賞、うん、20歳でイングランド代表デビューを果たすと。いやー、めちゃめちゃ走ってたんでしょうね。まあ今もだけど、やっぱリバプール来る前も走るやつってイメージだったよ、うん、当時からこの何キロ走ったかみたいなデータがあったら間違いなく上位ランクインでしょうね、はいはい、常にね、うん、ずっと走ってましたもんね、なんか、うん、でね、こうアンダーの代表はほとんど呼ばれなかったんだよね、21以前は、うん、まあ、体が出来上がってなかったですかね。そう、18、20で1回ずつとかだったんだけど、うん、21は常連になって、まあ、代表デビューすると。はい、そしてやっときました。2011年6月9日、2000万ポンドでリバプールへ移籍すると。記念すべきですね。そうだね。もう10年前ですから。イケメンですね。イケメンだね。イケメンだな。この2000万ポンド、今30億だけど、はい、多分今の感覚で言うと5000万ポンドとか、はい、2000万が結構こうハードルだったイメージだよな。そうですね、だから高いですよね、高い高い、簡単に言うと、はい、あ、めっちゃ払ったなって感じ、はい、一言で言うと高えなって思います、ね、そうそうそう、うん、だ今で言ったらベン・ホワイトとか、はい、5000万ポンド高えなみたいな、はい、本当にそんなに払っていいのみたいな、うん、俺はイメージを持ってたね。はい、ここで挫折が来ます。久しぶりの挫折。お、久しぶりです。こっから本当に挫折の連続です。そうですよね、やっと来ましたね、やっとリバプールに入りましたね。そういえば、まあ4年間挫折したけどね。はい、こっからもうすごいから、挫折だらけのリバプール生活が始まります。やっと来ましたね、リバプールが。でそのうちビッグクラブの圧を感じる。はい、ビッグクラブやっぱ戸惑うわけですね。うん、人生で初めて地元を離れビッグクラブに移籍するヘンダーソン、2000万ポンドの圧もありなかなかチームに馴染めなかったと。よくある話だよな。はい、当時のチームメイトグレン・ジョンソン曰く、移籍直後の変動はロッカーのメンツにビビってる様子だった。彼は努力家で期待に応えたかったのだが、それが裏目に出てた。うん、練習でパスミスが続いた時、あいつまたやったかみたいな空気が流れる時期もあり、彼はどんどん自信を失っていった。うん、これ辛いよな。辛いですね。どちらかというとこう熱意と折れないメンタルでやってきたジョーダン・ヘンダーソンから自分から降りに行っちゃった感じがしますよね、このコメントを聞くと。まあサンダーランドまでずっとユースからいたから、はい、応援してくれる仲間が、まあ、そのコーチみたいなのが多分すごいいたんだろうね。はい、みんなが応援してくれるポイントはもう熱意でめちゃめちゃ走ってれば、そうそう、うん、こう温かい声をかけてくれたんですけど、はいはいはい、多分ビッグクラブでそれをやった時に、なんだあいつみたいな空気は流れるんでしょうね、うん、そうだね、これが正解じゃなかったんだみたいなのに初めて大人になって気づいちゃったのかもしれない、うん、評価ポイントがね、はい、評価ポイントが違うんだと、うん、ビッグクラブは2011年、 FFG 買収直後、ね、半年後ぐらいだね。はい、暗黒期ではあったけど、2009年に、リバプール2位でタイトルレースしてるんで、はい、まあ、ジェラード、カイト、キャラがペペレーナとか、まあ、トーレーズはちょっと行ったばっかとか、はい、まあ、やっぱワールドクラス、まあ、代表でブイブイ言わせてる人たちそれなりにいたんでね。うん、これはどこの世界にも言えますよね。こう環境が変わった時に評価ポイントが変わると一番戸惑いますからね。ああ、確かにな、はい、そうだね、そうなんですよ、分かる分かる、今まで評価されてた自分のストロングポイントが違うよって言われたら、はいはいはい、それは多分夜寄り気がなくなっちゃうんですよね。確かに、このメンタルを支える支え気がなくなっちゃうんですよ、ね、まあ、転職して営業でナンバーワン取ってましたみたいな人が、
新しい会社行って同じことをやっても、まあ、評価されないとか結構あるね。全然ありますから。確かなんかこうそのカラーが主に出てましたね。で北部の男たちは走ってるだけで大好きなんですよ簡単に言うと、ね、でリバプールのファンも大好きだけど違うから、はい、タイトル狙ってる人たちがタイトル狙ってるチームはもう一部と隙もない感じじゃないですか。確かに環境の変化、うん、変動の自信をどんどん奪っていったんでしょうね、まあ、温度差だよね。怖いですね。いやー環境が変わる。そうだよやっぱこうな、ビッグクラブ行ってビッグマネーできて不発な選手なんかもうゴロゴロいるわけじゃん、うん、ゴロゴロいますか、ケパとかペペとか。はい、それはもう環境が違いますから。環境が違うってことは何もかも違いますから、うん、うちで言うとナビゲーターかな。一番違うのは評価ポイントです。確かにな。グレン・ジョンソン、あのパスは鮮明に覚えてる。スアレスへのパスがうまく収まらず、スアレスは腕を振って不満をあらわにした。するとヘンドはブチ切れた。いい反応だと思ったのを覚えている。チームのエースだろうと誰であろうと好き勝手させてはいけない。好き勝手していいと思わせてもいけない。まあ、パスが噛み合わないっていうのもスルーパスが欲しかったのか足元に欲しかったとか連動性のとこもあるじゃん。はいはい、まあ、下手くそなパスももちろんあるけど、うん、まあ、どっちが正解か分かんないですからね。そうそうそう、それを噛み合わせていくのが練習ですからね。はいはいはい、うん、で二十歳のヘンダーソン君スワレズに噛みつくと、はい、そうそう、スワレズもポジティブに反応した。喧嘩には発展せず、スワレズも他のチームメイトもヘンドをリスペクトし始めた瞬間だった。うん、勇敢さ、はい、勇敢さんでこの人はやっぱ周りをまとめていく感じだよね。そうですね、なんでしょうね、やっぱ折れないんでしょうね、ハート、うん、ハート折れないハートがとこうスキルじゃないんだよ、はい、ある日思い出したんでしょうね、もう一回俺のストロングポイント、うん、折れないハート。あー、そうそうだな、確かにね。ドイキン師匠に何を評価されて僕はトップに上げてもらえたんだろう。確かに噛みついたからだな。確かにそう、ね、折れないハートを持って噛みついたからだ、はい、もう勇敢に生きようみたいな、そういうのを今すごく妄想しましたね。確かにな、この流れそこなんだな。ああ、今までこう、はい、パスの正確さとかこう考えてたけど、はい、今までも違ったから、ビビってスアレスの言う通り出してたかもしれないけど、うん、そういうんじゃないとチームっていうのはみたいな思い出したのかもしれないですね。いやーいいですね、ここで初めてリスペクトされると。はい、で結局この年はリーグカップ優勝、はい、そして FA カップ準優勝と。すごい男が映ってるじゃないですか。こっちですか。はい、すみません、ちょっと思わずそこにしか目がいかない。こっちですか。いや、そっちじゃないです。こっちのレジェンドですか。いや、そっちのレジェンドじゃなくて、こっちの普通の普通のエースストライカー。普通のエース。いや、もういましたからね、当時。いましたね。まあこっちもだから真逆なんだよ。二、はい、人とも成り物にできて。そうですね。ビッグ移籍金で初めて地元クラブからビッグクラブ来て。いや、似た者同士ですね。羽ばたいた男とそのプレッシャーに負けてしまった。両方北部から出てきてますから、ね、確かにそう、東北から来て寒いとこから来て、はい、寒いとこから来て、家庭遺跡金に押しつぶされていった人と、折れないハートでそこにこうドンと、うん、ドンと居座った人と、やっぱ違いが出てキャプテンマークつけた男、うん、違いが出てますね本当に。まあストロングポイントがね、こう体格とこの情熱、うん、はい、違いますから全くストロングポイントが、うんうん、とにかく俺思ったのはキャロ手がでかと思ったけど全部でかいっすよ。でかくねこいつ。ヘンダーソンも84センチあるからさ、でかいはずなんだよ。キャロルはでかいっすよ。腕の太さ、腕の太さ見てくださいよ、これもう。全部 1.5 倍だ。この当時プレミアのディフェンダーを投げ倒してたと男ですよ、この男は。もう全部ガッて言ってたもん。後ろから全部空中戦勝ってた。エアバトルナンバーワンの男ですからね。そうそう。それはもうこの腕します。本当無双してたよね。はい。やっぱ身長以上にここら辺でかいね。やっぱもう胸板と肩幅がおかしいですもんね、うん、首の太さも太いな。太いね、確かに。化け物だ。喉仏もでかいですもんね。確かにでかいでかい。全部でかい。こいつ大好きだったな。いやー、俺もね期待してたんですけどね、はい、ただしですね、このリーグカップ決勝、はい、優勝したんですけど、ヘンダーソンは58分で交代2分後追いつく、うん、まあ、ちょっと不発で置いてしまったと。でしかもリーグも8位と、うん、まあ、リスペクトは勝ち取れたけど、非常に微妙な1年目を送ると、そしてきました。2012年6月、ブレンダン・ロジャース就任と。まだまだ若さがありますね、顔の丸みの帯びたフォルム。36、7じゃなかったっけ。はい、そのぐらいでしたね。はい、第3部。あ、第3部ですね。ここは第3部です。いよいよあの時が来ます。やっと来ました。やっと来ました。やっとっていう感覚ですね今。
こっから挫折だから。そうですね。ロジャーズが来て初めてこう全部のピースが揃えますからね。あれのタイミングまで。そうっす。そうっす。